そうですね、マニフェストに、どう向き合っていくかというところで、まさに永久さんのおっしゃったようなことを、地道にやっていくしかないんじゃないかなというふうに思っています。で、これは本当に一朝一夕でできる本ではなくてですね、そもそも政策っていうのがまずその体系だったものでなければならないということですとか、そういう基本認識をですね、あるいはその政策手段というのは基本的には予算か税制か、あるいは法律改正だというこの3つをどう使っていくかが政策の基本であるとかですね、これは政策を作った人間からすると当たり前なんですけれども、そういう基本的な認識自体がまだ浸透してないかと思うんですね。ですので、我々政策シンクタンクとしてそういうところに、なるべく皆様のご理解が、より深まるような形で、貢献していきたいと思いますし、あとやはりメディアの報道のなさり方はやっぱりかなり、重要ではないかというふうに思っておりまして、やはり、政策を、そのいざ後で、騙されたというようなことにならないようにですね、先ほど冒頭うちの理事長からですね、権力獲得の手段としてのマニフェストみたいなお話がありましたけど、やっぱり国民にとって言いたいことは言いたくないわけですね。選挙前に当然言いたくないわけですけれども、そこをより我々が少しずつですね、そのリテラシーを身につけていくという以外ないんではないかなというふうに思ってます。やはりこれからのこれまでの高度成長期のやり方ではですね、全くやはり、ダメだ、その要するに官僚制の上にリーダーが乗っかっていて、リーダーはちょっと抽象的なことだけ言ってればいいという時代ではもうないので、まさにその政治家のですね、理解度、あるいは能力、あるいは、杉浦さんおっしゃったようなその言葉の力ですね、そういうのを本当に持ってるかっていうのを我々は、地道に見極めていくしかないかなというふうに思っております。本日はいかがでしょうか。